チス、誰も知らない狩人、イガレタコスケです。更新データバージョン 3.6.1 が来た。今回はなんか変わんのかなと思ったけども、パーッと見た感じ、そんなにまあ大きなもの、いや、大きなの2つあるな。というわけで、おめでとうございます。体験さん。かの月光山が帰ってきました。わからない人のためにちょっと説明しておきますと、これ月光山めっちゃ使いたくなる要素なんで、最後までお聞きください。とりあえずアップデートの方を見ていきましょう。更新データね。はい、アップデートがあります。0.1GB と大して大きくはありません。配信日は11月25日、本日となっております。で、これね、新たなイベントクエストが毎週追加されます。ということで、これいつまでか全くわかりませんけども、とりあえずまだしばらく、イベントクエストは継続する模様と、それからオプションのジャイロスコープにジャイロ機能の補正が追加されると、ジャイロ機能の位置が補正される頻度を調整できるようになります。まあ私、タコスケはジャイロ使ってないんでね、わかんないけど、これジャイロ使ってる人にとっては、結構大きいかもね。これがまあ、大きめといっちゃ一つ目かな。それから不具合ですね。特定のタイミングで100リアコに参加するとモンスターが撤退せずクエストが進行しなくなる不具合を修正します。このタイミングで結構ね、進行が止まってしまうね、バグがあったみたいですね。この一番下。クエストリザルトシーンなどシーンの切り替え時にボーガンの鉄鋼榴弾などの爆発が起こるとゲームがストップしてしまう不具合が修正されましたと。で、まあ、いろいろあります。バグ等々あります。何気に髪型をイズチテールにしてクルールヘルムを装備すると前髪がめり込んでしまう不具合などと、これ割と、これでやっていきたかった人にとっては致命的だったんで、まあいいかなってところなんですよ。そして、今回一番の注目。この、まあ上のも気になるけどね。一文の近接武器による特定操作にて抜刀、技力効果発生しない不具合修正と。これはどれだったんだと。これもしかして俺らが知らない抜刀発動タイミングがあったのかと。まあ、立ち当たり怪しいけどね。特定操作ってね。これ体験だったらめっちゃ強そうですね。さて、奥として。バージョン 3.4.1 の不具合修正後、体験の月光山のリセットタイミングに間違いがある不具合を修正します。こんな一文ですけども、これ、めちゃくちゃ月光山が、まあ、帰ってきたんですね、強い月光山が。これ私、この時多分ね、体験をそんな使ってなかったんで、まあ、サクッと見過ごしていたけども、体験使いさんたちの中では、まあ、アビ教官が行われたのではないかなと思われます。というのも、このバージョン 3.4.1 の前っていうのは、まあ、月光山はね、まあ、無双を誇ったわけですよ。たくさん動画上がってますけども。で、この 3.4.1 の時に、まあ、簡単に言うと、月光山っていうのは、モンスターの攻撃を食らって、食らった時に攻撃力が上がる仕様だったんですね。で、この攻撃を上がる、まあ、タイミングというか、上がった攻撃力が下がってしまうタイミングっていうのが、まあ、追加されたというのか、不具合修正になったというのか、っていうことがあるんですよ。それがですね、どうやら間違いだったということで、治ったということになりますね。その他、まあ、この辺はまあいいかな。そんなに、特にこれっていうのはない。これかな特定の手順を行うと、ギルドカードを全て受け取っているにもかかわらず、びっくりマークアイコンが消えない不具合を修正します。これはね、このアイコンが消えない不具合シリーズは結構気になるからね。これはいろんなゲームでね、見かけますね。というわけで、体験の方を説明していこう。装備はこちら。百竜体験。そして、なんだっけ、核薬。核用のヘルム。核用メール核は、まあ、装備はいいでしょう。こんな感じですね。まあ、普通の体験ビルドとなっております。で、どこから説明しようか。まあ、今までね、最近まで、今日までの体験は、あ、ちなみに月光山先見てないよね。月光山っていうのは、これ。この京ため切りの後に、これですね。この新ため切りの代わりに入れられるカウンターため切りなわけですよ。これめっちゃ使いやすいんですね。混合ため切りから初段を打って、まあ私が下手ですけども、混合ため切りから初段を打って、そのまま2発目の、攻撃を月光山、まあ簡単に言うとね、カウンター状態のため切りに派生できますんで、非常に強いですね。スーパーアーマーも相まって。これ、この状態ですね。で、カウンターでこれを入れると火力が上がったと。ただですね、ちょっと前まで、この月光山の時にタックルが打てたんですね。これですね。月光山継続です。この、
タックルを打った時に、まあ、月光山の受けたダメージがリセットされてしまっていたというか、まあそれは正しかったのか不具合だったのかよくわからないんですけども、まあ、これ大事だよね。だってこれで狙うわけですから。これが攻撃を食らった後タックルをしても治らなくなった、火力が下がらなくなったんですね。ということはですよ、間違えた、間に合え、これ今攻撃が上がってるかな。でも相手モンスターの攻撃を、相手のモンスターの攻撃を、ちょっと俺が下手相手モンスターの攻撃に対してタックルでいなしながら、攻撃タックルを食らっている最中はちょっと火力上がるかどうかね忘れちゃいましたけども、こうしてこうだこうだ、そしてタイミングを合わせられない、合わせて月光山を打つことによって、まあ、タックルを間に入れても相手モンスターの火力を受けた時の効果力を維持しながら、まあ、弱点に対してね狙えるというわけですよ。これでね調整しながら、うまくいかない。月光山自体はね向きはね結構自由に効くんですけども、まあこれを使うことによって月光山発動した後にモンスターのチャンスを待って攻撃できるようになったということでございます。ちょっと私が下手で分かりにくかったかもしれませんけども、これがまあかなり強いわけですね。要はどのタイミングでも最大火力を狙いやすくなったということになります。いや明日からソニックコラボがやってきますね。どんなクエストがやってきて高難易度かどうか、まあコラボクエスト、ライズのコラボクエストだからみんなに装備が行き渡るように、まあ、そこまで強いモンスター出さないとは思うんですけども、前の豪気コラボの時のようなね、豪気コラボの時は超絶強化ラージャンと、まあ、普通のラージャン2匹のうち片方を倒せば討伐すればクエストクリアっていうね、まあ、初心者にもベテランにも、まあ、優しく、そして、気遣いをしたクエストだったので、もしかするとそういった形で超強化型のモンスターが何か追加されるかもしれません。でね、ちょっと、まあ、普通のモンスター倒したけども強化型モンスターをもし出たらね出たらの話で出て倒したいなって思った時に、まあでも言うてガチでやってもなかなか難しいななんて人は、もし体験触ったことがある場合ぜひとも体験を使ってみてはいかがでしょうか。この月光体験はね本当にめちゃくちゃ強いので、体験は今作でも体験今作人気武器の一つになってるからね、またちょっとイベントに向けて装備の見直しなんかをしてみるといいかもしれません。それでは誰も知らない狩人イカレタコスケでした。